はい、こんにちは、しやすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第622回をやっていきたいと思います。今回は情報の取捨選択ということで、どの情報を取ってどの情報を捨てるか、またどの情報を取るかという選ぶというのを確認していきたいと思います。でまず情報環境ということですね。私たちはどういう環境から情報を取っているかということです。自分の目や耳に情報を伝達させる環境ということですよね。で環境があって、自分がいて、で情報というのがこう来るわけですけど、自分たちはどういう情報環境にいるかっていうと、究極的には3つということですね。1つはマスメディアから情報が伝わってくる、テレビ、新聞、雑誌、ラジオですね。でもう一つはインターネットですね。でなんでマスメディアとインターネットは違うかっていうと、でマスメディアっていうのはどっちかって言ったら受け身なんですよね、自分がね。自分がもうそうね、マスメディア、例えばテレビならテレビがね、30分なら30分流す情報をもう一方的にこう、ね、受けるという形になりますけど、インターネットの場合は比較的今度は逆なんですよね。こう主体的というか、自分の方からどういう情報を取りたいかっていうのを、能動的、主体的に選べるという違いがあるということです。もちろんマスメディアもどのテレビチャンネルを、ね、見るかっていうので自分が主体的になる場合もあれば、逆にインターネットだったとしても、例えばね、相手から一方的に送ってくるメールとかっていうので、こう自分が、ね、受け身になる場合もあるわけですけど、でも基本的にはマスメディアの方はどっちかって言ったらこちら側が受け身、インターネットの場合はこちら側が能動的になりやすいということですよね。あとは人間関係ですね。自分の周囲にいる人、人間関係から、ね、自分は情報を得るということになります。だから自分たちの情報環境、自分の目や耳に情報を伝達させる環境というのは、マスメディア、テレビ、新聞、雑誌、ラジオなどと、インターネットと、そして人間関係ということになるわけですね。はい、そして情報の送り手側が情報を取捨選択する場合ですね。情報を送る側が情報を選ぶ場合っていうのは、例えばマスメディア、ね、世界中にある膨大な情報の中から、あ、これを放送しよう、これを記事にしようということで、マスメディアが選びますよね。マスメディアが情報を選んで、そして選ばれた情報が大衆に伝わってくるということになります。で送り手側が情報を取捨選択していると。で送り手側が取捨選択した情報を大衆は受け取っているということになりますね。でインターネットに関して言うと、情報、膨大な情報があって、それをこう情報発信者ですね、例えばメルマガの発行者とかの人が選んで、そしてそれを、例えばメールとか、今だったら LINE とかでこう相手に伝えるということですよね。だからそのメルマガ発行者とか LINE の送信者の人が、世界中にある情報の中から自分が選んで、そして相手に伝えるということになりますよね。その場合はこう発行者とか送信者が情報を取捨選択しているということになります。はい、そして、今度は人間関係ですね。人間関係で言った時も、ね、自分が相手から何か聞くということになったならば、相手はね、例えばすごいたくさんのことを知ってるわけです。すごいたくさんのことを知ってるんですけど、目の前にいる自分が、ね、例えば興味関心がありそうなこととかね、あ、これはこの人に言った方がいいとか言わない方がいいっていうのは相手が選んでますよね。あ、この人にはこれは言わない方がいいと。で、この人は自分が知ってることを全部相手に伝えるわけじゃなくて、やっぱ相手との人間関係を良くするために、目の前の人と人間関係を良くするための話をやっぱりこの人が選ぶわけですよね。この人が話を選んで、そしてこの人との人間関係が良くなりそうなことを、選んだ上で話をするということになります。こういったのが、送り手側ですね。テレビ、新聞、雑誌が世界中の情報の中から取捨選択していたり、メルマガの発行者とか LINE の送信者が情報を取捨選択していたり、もしくは相手が相手との人間関係を良くするために、あ、これは言おうとか、これは言わないとかっていうのを取捨選択したりしているということですね。でこれのいい点っていうのは、自分の関心、こっちですね、大衆とか自分、こっちの自分の関心よりも広い情報を得ることができるということです。でこっちはね、選んでないわけです。選んでなくて、ある意味受け身ですよね。受け身だからこそ、ね、例えばテレビを30分ずっとつけてたってなると、いろんな情報が来ますよね。ね、その
話の内容はもちろんですけど、テレビコマーシャルも含めていろんな情報が来ます。その情報がね、自分だったらもしくは自分が能動的に主体的に選ばなかったかもしれないけれども、まあ、たまたまテレビつけてたらね、自分は撮ることができたとか、たまたまそのね、メルマガをね、撮ってたらね、知ることができたとか、たまたまその人とね、付き合ってたからこそ聞くことができたいい情報とか、まあ、そういうふうにこう自分で選ばないで受け身だったからこそ取ることができる情報っていうのもあるわけですね。あ、いいこと聞いたとかね、いい話聞いたとかね、いい情報を得ることができたとね、そう自分のね、興味関心より広いもっと外のね情報を、まあ、偶然取るということができる、まあ、そういったプラスっていうのがありますね。でもマイナスとしては、メディアや相手が持っている偏見がそのまま自分にも伝わってくるということです。やっぱりメディアにはメディアの性格がありますよね。例えばテレビの1チャンネルは、ね、そのテレビ局の方針として、まあ、こういう、ね、情報が多いとか、まあ、新聞とかはもっと分かりやすいと思うんですけど、ね、例えば朝日新聞には朝日新聞の考えがあって、毎日新聞には毎日新聞の考えがあって、読売新聞には読売新聞の考えがあって、ね、そして日経新聞には日経新聞の考え方があるわけです。地元紙には地元紙の考え方があるわけですよね。やっぱその会社の方針とか、その報道の方針とかね、例えば社説、その新聞社が、ね、自分たちの社としての考えというのを載せたりしますけど、やっぱそのね、メディアにはメディアの偏見っていうのがあるわけです。ね、やっぱそう、まあ、そのメディアとしての考えっていうのが あるわけですよね。もちろんその、ね、インターネットの情報発信者、メルマガの送信者とか LINE の送信者にも、ね、独自のそのものの見方っていうのがあって、もちろん人間関係で相手には相手の、ね、何らか信念とか考え方、価値観に基づく偏見っていうのがあって、その偏見が結局そのまま自分に伝わってくるということですよね。だから朝日新聞だったら絶対取り上げない情報とか、逆に優先的に取り上げる情報、毎日新聞だったら絶対取り上げない情報とか、ね、逆に毎日新聞だったら毎回必ず取り上げる情報とか、読売新聞だったら絶対取り上げない情報でって、読売新聞だからこそ毎回取り上げる情報とかっていうのは来るわけです。でだからここが情報を取捨選択しているので、ここが持ってる偏見っていうのはそのまま自分も影響を受けるという、まあ、そういうマイナス面っていうのはあるということですよね。相手が持ってる偏見の影響を自分が受けますよということです。はい、今度は情報の受け手側ですね、取る側が情報を取捨選択している場合ということになります。例えば自分がですね、例えばテレビ局だったとしても、1チャンネル、3チャンネル、5チャンネル、ね、7チャンネル、8チャンネル、9チャンネルってあった中で、まあ、どのチャンネルのテレビを見ようかっていうのを選んでますよね。ね、なので自分はこのテレビを見たいと思ったらそのテレビを選ぶということです。逆に、まあ、テレビじゃなくて新聞を選ぶとか雑誌を選ぶとか、雑誌って言ってもどの雑誌を読むとか、まあ、そういった形でこう自分が逆に選ぶという場合ですね。マスメディアに対して今度は自分が選ぶという場合も当然あります。で自分がネットですね、まあ、これは、ね、マスメディアよりもネットの方がさらに強いですけど、ネットの方がマスメディアよりも自分がより主体的、より能動的ですよね。もうネットの場合はもう、ね、相手から一方的にっていうよりは、まあ、自分で選べますよね、まあ、例えばこの動画とかっていうのも最後まで見るとか、途中で、ね、止めるとか、まあ、もしくは検索してね、自分が興味関心があるものを検索して、その検索にかかった興味関心のある動画だけ見るとか、その興味関心があるホームページだけ見るとか、興味関心があるブログだけ見ると読むということができるわけです。だからネットの方がよりこうメディアよりもさらにこう、ね、主体的、能動的に情報っていうのを下選択することができる、まあ、自分が興味関心がないと なったらもう見ないということがすごくしやすい媒体ではありますよね。はい、そして自分が A さん、B さん、C さんと、まあ、誰とお付き合いするか、誰と時間を共有するかですよね。 A さんが知ってること、 B さんが知ってること、 C さんが知ってることは違うわけですけど、自分は A さんとお付き合いする、時間を共有するっていうのを、まあ、選ぶということができるわけです、ね、これは情報の受け手側が、ね、取捨選択しているということになります。でこれのいい点っていうのは、相手が持ってる偏見を回避することができると、ね、例えば朝日新聞は偏見がありますと、ね、毎日新聞も偏見があります、ね、それから読売新聞も偏見があって、ね、日経新聞も偏見があるとしたときに、まあ、自分で、ね、選べるわけですよ ね、そう、例えばこの新聞の偏見の影響を受けたくないということだったら、これを選ばなければいいわけですから、そうすると、まあね、この新聞が持っている偏見の影響を自分は回避することができますよね。ネットもそうです。
ネットもこのね、ネット例えば動画を配信してる人、この動画を配信してる人、この動画を配信してる人、みんなそれぞれ独自の視点、独自の偏見っていうのがあるわけで、それでこっちのね、自分が情報を取る側の人間が選ぶわけですから、でそうすると、まあ、この人とこの人が持っている偏見の影響というのを自分で回避することができますよね。でこう人間関係も同じです、ね、B さんは B さんの、ね、独自の視点偏見があって、 C さんには C さんの独自の視点偏見があるわけですけど、ね、自分は B さん C さんと付き合わないで A さんと付き合うということをすれば、 B さん C さんが持っている偏見の影響というのを自分は受けないで済むということですよね。で相手が持っている偏見を回避することができるというのがプラスということになります。しかしマイナスとしては自分自身が持っている偏見をより強化してしまうとね、自分で選んでますから自分が気に入る情報を取ってますよね。でそうすると自分が正しいと思っているものをより強化しようとし、自分が間違っていると思っているものはやっぱり絶対間違っているっていうふうにこう強化する傾向があるわけです。具体的なことを言うとやっぱりね、まあ、何でもいいんですけど、じゃあ例えばテレビでね、野球チームが好きな野球チームがあると、ね、がありますと、ね、自分は好きな野球チームがありますということですよね、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、仮に、まあ、まあどこでもいいんですが、まあ、仮に巨人、ジャイアンツだとしたときに、じゃあこの人はどういう情報が取りたいかっていうと、巨人ジャイアンツファンなのであれば、巨人ジャイアンツについて褒めてる情報が欲しいですよね。自分は巨人ジャイアンツのファンなんです。で巨人ジャイアンツのファンなんだとすれば、巨人ジャイアンツのことを褒めてる情報が欲しいですよね。自分がファンなのにものすごくこうケチョンケチョンにけなしてる情報なんて読みたくないわけですよ。見たくないし読みたくないですよね。ってなると、自分がテレビチャンネルをつけるって言ったときに、巨人ジャイアンツを、ね褒めてる、称えてる、ね好意的な情報を言ってるところをやっぱり見たいですよね。ネットもそうです。ネットも自分は、ね、好きな野球チームがあって、いや巨人が勝った、ね、ジャイアンツが勝った、ね、っていうので、ねじゃあね、その巨人ジャイアンツが勝ったことに関して、なんかね、報道してる、ね例えばホームページとかブログとか動画ないかなっていうことでやっぱ探しますよね。でそしたら当然巨人が勝ったことに対して好意的な情報をこの人は選びます。自分で選んでるわけですから。ね、例えば今自分が、ね、誰と話をするとかって言った時に、まあ、巨人ファンだということであればやっぱり巨人ファンの A さんを選ぶわけです、ね、昨日の試合ね誰々がホームラン打ってやっぱ良かったよねって、あ、良かった良かったっていう風になるわけですよね。でそうすると自分は巨人が好きですと、でいうことでその自分が持っているものの見方っていうある意味偏りがあるわけですけど、それをどん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 強化していくことになりますよね。間違っても自分が好きだとかファンなものに対してなんかねネガティブとか否定的批判的な情報をわざわざ自分では選ばないですよね。ね、もしくはもしかしたらその巨人に関してねなんかね もっとこうしたらさらにそのチームは良くなるとか強くなるとかね、なんか改善点のことを書いてる、メディアがあったり、ね、ネットが書いてあったり、もしくは人間がね、いたりしたとしてもそういう情報は欲しくないわけですよ。ね、巨人はもっとこういう風にすればもっと良くなるとか、もっと強くなるとか、もっとこうすべきだとか、監督がこの時こういう采配をするべきだとかっていう情報があったとしてもこの人は欲しくないですよね。この人は欲しくないわけですよ。だって自分が応援してるファンなわけですから、ファンが欲しい情報は褒めてる情報ですよね。好意的な情報が欲しいわけです。そうするとこの人が自分で情報を選べば選ぶほど好意的な情報ばっかりを取ろうとするので、結果的に自分のものの見方っていうのがどん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 偏見が強くなっていくということですよ ね。 こうね、物事を見る時の視点視野っていうのが狭くなっていくということになりますよね。むしろこうなんか一方的に情報をある程度送ってもらった方が幅広く、例えば巨人に対しての、ね、プラスの点とマイナスの点とかね、もっとこうやればもっとこのチームは良くなるとか、ね、そういったことっていうのはもしかしたら自分は見たり聞いたりすることができるかもしれないですけど、 100% 自分で取捨選択するっていうのばっかりやってると、すごくこう自分の信念考え方価値観に合ったものだけを取ろうとするので、そうすると自分が、ね持ってる偏見っていうのがすごく狭くなって、ね広い視野っていうのを失ってしまう可能性があるということですよね。だからこう両方をやっぱりやる必要があるということですよね。こっちばっかりだったら自分の興味関心に合う、自分の気持ちとか感情に合う情報しか取らなくなってしまうということですよね。だからこっちの情報っていうのも何ら
まあ、自分が興味関心がないとか、あまりちょっとこうね、触れたくない、こうね、ちょっと耳が痛いような情報っていうのも少しこう入ってくるような状態にならないと、自分の視野っていうのはこういうふうになってしまうということです。だけど、ね、こっちの方はどっちかって言ったら最近出てきた、部分が多くて、むしろ昔はこうだったわけですよね。昔はもうただ一方的にこう、ね、情報を一方的にこう送られる側、特にマスメディアの影響というのは非常に強くて、社会のことを知りたい、インターネットが発達する前に社会のことを知りたいと思ったら、基本的にはもうメディアの情報をに頼る、依存するしかなかったわけです。だから昔の場合はこっちのね、メディアの方が取捨選択した情報を一方的に受け続けるという要素があって、それだとこうメディアの、ね、何を捨てて何を選んだかっていう相手の、ね、メディアの偏見をもろに直接影響を受け続けるだけだったので、今は自分でも選べるようにはなっているということです。ただこっちだけだと自分の視野っていうのはやっぱり狭くなるし、まあ、自分の偏っているものの見方偏見っていうのを強めていってしまうだけなので、ね、できればこうね、こちらの方も、ね、少しは持つ必要があるというか持った方がいいと、ね、こういうふうになる偏見を、ね、こういうふうにこう広げる機会っていうのをやっぱり持つということも必要ですよね。だから人間関係だったら自分がいて一緒にいて居心地がいい相手とばっかり共有しててもこういうふうになるので、ね、なんかね、全然普段だったら絶対付き合わないような人と、ね、時には自分が時間を共有してみるとか、自分がいつもね、自分で興味関心があるものを検索だけかけるってなると、もうこういった情報ばっかりだけど、ね、たまにはこういったものを、ね、あえて見てみるとかね、もしくは自分は、ね、一番お気に入りの、ね、テレビチャンネルとかはいつもこれなんだけど、たまにはこういったのを見てみるとか、そういったことをしてこう情報の視野っていうのを広げて、ね、自分が興味関心があるものに対しても、ね、逆に興味関心がないものに対しても、自分の意識っていうのを向けていくことで、やっぱこう視野っていうのを時々こう広げていく必要があるだろうということです。まあ、今回は、ね、その送り手側が情報を取捨選択しているし、受け手側も取捨選択しているということですね。それに関しての、プラス面とマイナス面っていうのをそれぞれ確認したということになります。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。